はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。今回は今 SNS で話題のガラスペンを紹介していきたいと思います。それがはいこちらのガラスペンとなっているんですけれども、こちら1本何円だと思いますか？まあ答えはね、おそらくサムネイルに載っていると思うんですけれども、なんとお値段が100円ということで、マジで安すぎ。私は普段はいこういうパラグラスさんのラムネペンだったり、こちらのガラス工房メンメールさんの明け星だったり、こちらのひろかガラスさんのメロンミルコとか、他にもいろんな作家さんのガラスペンをよく使っているんですけれども、デザインとか書き心地っていうのがすごくこだわられているので、その分お値段は1万円を超えてくるものがほとんどなので、ガラスペンイコール高級品っていうイメージがあると思うんですけれども、そんな中で登場したこちらのガラスペンが100円ということで、かなりガラスペン界隈の中では話題になっています。こちらのガラスペンは100円ショップのセリアさんから登場したものなんですけど、作られている会社の方は、はい、松野工業株式会社さんというところで、調べてみるとビー玉とかガラスの製品を作られている会社みたいですね。ちょっと雑談ですけど、私は最近写真を撮るのにもハマっていまして、いろいろと勉強しているんですけど、この前もこのセリアさんのガラスペンをショート動画で紹介するために写真を撮ってたんですけれども、そこで背景用に以前買った、はい、こちらのガラスの石みたいなものがあるんですけれども、こちらもよく見てみると、はい、同じく松野工業さんの商品となっていました。こういうね、キラキラのものめちゃくちゃ好きなんですよね。それではここからはこちらのガラスペンを詳しく見ていきたいと思います。まずパッケージの方は、後ろの台紙の方がおしゃれなお花柄となっていまして、そこにガラスペンが1本入っている形になっています。こちら一度開封済みなんですけれども、もう一度取り出してみたいと思います。よいしょ、ということで取り出してみました。こちらの台紙の方なんですけれども、裏側にはガラスペンの使い方が書かれていました。そしてラインナップとしては、こちらの6種類のカラーバリエーションとなっていまして、それぞれが何色っていうのは明記されていなかったので、正確な商品名っていうのはわからないんですけれども、こちらのピンクとイエロー、パープル、グリーン、ブルー、最後にクリアの6色となっています。ただこの中でこのパープルだけはちょっと特別で、光によって色が変わるガラスとなっていまして、一旦照明の色を変えてみたんですけど、今はオレンジ色の暖色の照明を当てていまして、ガラスは紫色に見えてると思うんですけれども、これを白の照明に変えると、はい、こんな感じでね、ガラスが青っぽく見えたと思います。さらにもう少し照明を白くすると、こんな感じでもっと青っぽく見えますね。何回か連続で照明の色を変えてみたいと思います。こんな感じで、この子だけはちょっと特別感があって面白いですね。こちらのガラスペンは長さとしては 17.5 センチと少し長めのガラスペンとなっています。ペン先は約3センチとなっていまして、ねじれているようなデザインとなっています。そして溝の数としては、はい、10本溝のペン先となっています。軸の部分はガラス一色だけのすごくシンプルなデザインとなっていまして、この先端の上の部分は丸くなっています。ただこちら側のピンクの方の先端を見ていただきたいんですけれども、緑のものと見比べると少し形がいびつなのがわかりますでしょうか。他のものと見比べてみても、こちらのピンクのものだけが少しずれているので、まあ、これは個体差かなとは思います。例えばこちらがもともと1本のガラス棒だとすると、切り離す時っていうのは引っ張りながらバーナーで焼き切るんですけれども、そうなった場合まだ先端の部分が尖ったまんまになってしまうので、丸くするために溶かしていくんですけれども、溶かしていると柔らかくなって、そこが重力で垂れてくるんですよね。
で、本来そうなったら反対側にくるっと回して、また重力を使って形を整えたりするんですけれども、そもそもこちらは肩に流し込んで作っている場合っていうのは、まあ、こういうね、先端が形がね、ちょっと変わるっていうようなことは起きにくいのかなとは思うので、もしかしたらこのガラスペンっていうのは手作りで作られているのかもしれません。そうなったらそれで100円っていうのは本当にすごいですよね。ちなみに今のガラスの制作のお話っていうのはガラス作家のサラグラスさんご本人からお聞きしまして、動画にもなっていますので興味のある方はぜひ見てみてください。それでは説明が長くなっちゃいましたけど、ここからは実際にこのガラスペンを使ってみたいと思います。はい、ということで今回はセリアさんから登場した100円のガラスペンの紹介でした。いかがでしたでしょうか。私は今までいろんな価格帯のガラスペンを買ったことがありまして、1万円くらいまでのものだったら値段とクオリティっていうのはある程度比例してるなっていう印象はあったので、正直今回100円ということで全然期待はしてなかったです。でも実際に使ってみるとめちゃくちゃしっかり書けたのでびっくりしましたね。書き味としては作家さんのものほどスラスラじゃないので多少引っかかりを感じるのはあるんですけれども、まあ、ある意味ガラスらしい書き心地となっていまして、字幅は中太字ぐらいでちょっと太めなので小さい文字とか手帳に書くのにはあんまり向いてないかなっていう印象はありました。小さい文字を書かなければ全く問題はないですし、あとは今回こんな感じでラメ入りのインクを使ったんですけれども、途中でラメが詰まって書けなくなるっていうことも全くなかったので、本当にいい意味で裏切られた非常にいいガラスペンだなと思いました。
個人的な感想でいくと、数千円するガラスペンと全く遜色がないかなと思うくらいでしたね。ガラスペンをまだ知らない方とか、ガラスなのでお高いのを買って壊れたら嫌だから手を出せないよっていう方が入門するには本当におすすめのガラスペンだと思いましたので、気になった方はぜひお迎えしてみてください。ただこちらのガラスペンは本当に人気らしくて、だいたい売り切れちゃってるイメージがありまして、私も全色集めるのに5店舗くらいセリアさんを回ったので、もし見かけた場合は迷わず買っちゃいましょう。それでは最後にガラスペンの洗浄をしてこの動画を終わりたいと思います。このチャンネルではいろんなインクやガラスペンを紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。